伊藤若冲が動植綵絵を相国寺に納めるときに寄進状って言ってね、自分の思いとかを書いたものも一緒に添えて送ってるんですよ。ここに何が書かれてるのかっていうと、私はね、常日頃から絵の勉強をしてね、めっちゃ修行して結構上手くなったんですよ。でそんな時にね、東福寺で長子教っていう人が書いた釈迦さんと文殊さんと普賢さんの絵があったんですよ。それを見てね、うわすげーと思ったんで、それを模写してね、でそれを飾る神羅万象の絵も書いて相国寺さんに納めたら、相国寺さんも東福寺さんに負けへんぐらいめっちゃすっげーっていう風になるんちゃうかなと思って、一生懸命書いたんで納めさせてもらいます。世間の評判得たいとかね、そんな横島の気持ちは一切ございません。すべて相国寺さんのために、オールフォーユーのために頑張ってきました。嘘じゃないですよ。だから僕ね、自分が死んだらね、ここ相国寺さんで納めたいと思ってるんですよ。だから永代供養もしたいなと思いますし、お墓も建てたいなと思いますし、どうぞどうぞ相国寺さんと縁を結びたいなと思うんで、どうぞよろしくお願いいたしますみたいな感じのことが書かれてたんですよ。